皆さんこんにちは、料理家の木島龍太です。さあ今年の冬の人気シリーズ、白菜使い切り、いろいろね値段が高いけど白菜は俺らの味方ですよ。今日は白菜4分の1個を使い切る炒め物なんだけど、ぜひ最後まで見てください。さあまずメインの材料です。白菜4分の1個 600g、 あと豚の、バラ薄切り 100g、 こんな感じです。ほぼ2つ材料、ほぼ2つ。ではまず白菜から切っていきましょう。 YouTube チャンネル木島ご飯では、祖母から3代続くプロの料理研究家木島龍太が、ごく普通の食材でちょっと新しくて間違いなく美味しいレシピを紹介します。白菜は今日はね、繊維と垂直に 7、8 ミリ幅に切っていきます。最初ここで切っていくとこの辺がゴミみたいになっちゃうので、俺は斜めに切ります。こういうこと。この繊維を断つ向きって一番水分が出やすいんですよね。水分が出やすいので今日はこの切り方をやります。はい、で切れてきたらどんどんこれ袋に入れてってください。この軸のところもうちょっと細い方が良かったわ。軸のところもうちょっと細く切ってください。ごめんなさい、俺なんかノリで切っちゃった今。もっと細くて大丈夫です。袋の中に4分の1個 600g 分全部切れました。そしたらこっからが今日のポイント 1、塩もみにしていきます。普通塩もみってお塩だけなんだけど、今日はお塩とお酢と砂糖を入れて、なんていうんですかね、もみ漬けみたいな調味漬けにしちゃいます。 600g に対して塩分 1% ぐらいにしたいので、まずお塩小さじ1杯、砂糖は小さじ2杯ぐらいで、お酢でまず溶かします。はい、そうしたら袋を閉じて、まずシャカ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 、このままシャカシャカを続けて、効率よく塩とか砂糖をこの白菜の内部に侵入させていくって感じ。これ浅漬けの時のやり方でね、浅漬けとか塩もみする時にまずここでひたすら振り続ける。こうすることでちょっと軽く野菜にダメージを与えて早く味をなじませる。はい、 OK。でこのまま置いときます。5分ぐらい経つとまずしなっとしてくる。そしたらギューッとやって空気抜いて、さらにそこから10分ぐらい、計15分ぐらいこのまま置いといてください。続いて豚のバラね、薄切り1センチ幅ぐらいに切っています。このさ、豚肉高いから最近しゃぶしゃぶ用の薄いやつを使うってこの間別の動画で言ったかもしれないんだけど、今日みたいな炒め物の時はちょっとね、やっぱ厚みがあった方が美味しかったりもするので、今日はこの普通の薄切りです。これを使います。1センチ幅、だいたい白菜と同じようなサイズ感になるように切っておく。はい、白菜をつけて15分ぐらい経ちました。ほら、こうクタクタになってるよ。もうほぼ漬物だよねこれね。もう一回袋の上から軽く揉んであげて、より水を出す。はい、でこれこのまま食べたら白菜の浅漬けとしてすげえ美味しいよ。今日は炒め物に使うんだけど、ちょっといやこのままでも食べたいなって人は少し分けておいてさ、漬物として楽しんでもいいと思います。では一回これをザルに開けよう。水気を軽く切って、こんな感じになってます。ちょっと食べてみるね。白菜漬け、浅い白菜漬けって感じ。でも軽く水切ってもこれだけ水出てるからね。はい、 OK。 ちょっとこれ取っとこう。でもなんか絶対美味しいよこれ。箸休めにこれちょっと取っとくと1回で2品楽しめるよね。これは漬物用に取っときます。はい、 OK。 じゃあこの豚肉を炒めていきます。フライパンにごま油を入れまして、はい、豚肉を炒めていく。まずはこの油の中でほぐす。でね、今日ちょっとここから豚肉の炒め方ポイントあります。2個目ぐらいのポイント、まずはこの肉をバラバラにね広げていくね。で今日は下味、今のところつけてません。こっから下味をつけます。まずお塩、半生の状態でお塩、そしてこれが今日のポイントの何個目かのやつ、片栗粉。これを半生のところでかけていく。中華料理とかでこの片栗粉をまぶしてから豚肉を炒めるっていう技があるんだけど、ちょっとめんどくさいのね。めんどくさいんだけど、やることによって肉の周りになんかトゥルンとしたのができてすごく美味しいんです。でも別で衣つけるのめんどくさいから、今日は炒めながら衣をつけるっていう荒技です。
片栗粉をまぶしながらこんな感じでね、ほらパラってほぐれてきた肉の周りにもうっすら片栗粉の層ができている。いいんじゃないいいんじゃない。そしたら肉をちょっと寄せて、はい、火が通ったら肉を奥に寄せ、ここで入るのがさっき水気を切った白菜。いきます、ザッとね。もうさ、水気が抜けてボリュームもすっごいちっちゃくなってるからフライパンで炒めれちゃうのよ、この量。これですよ、今日のポイント4つ目ぐらいのやつ。漬物は炒めやすい。でさ、もう水が抜けてるからここから火入れてもあんまり水が出ないんです。ということはべちゃっとしない。あとはこのまま白菜に火が通るまでちょっと炒めていきます。あー、いいんじゃない。ほら、炒めども水は出ず、働けどみたいな。ほら、こんな感じでね、全然水出ないんですよ。で、白菜にも火が通ってまいりました。で、ここからは最後の仕上げの味付け。今日はね、甘酸っぱ辛い味付けにしたいんです。ちょっとエスニック感すらあるような甘酸っぱ辛い味付けにしたい。まずお酢、酸っぱを足すわけね。はい、そしてお砂糖。ここで今甘酸っぱまでいきました。で、味付けの決め手はお塩なんだけど、これね、白菜漬けの漬かり具合によって結構味変わってくるんですよ。なのでここで一回味見しまして、もう少々入れればいいね。一つまみ、3、いや二つまみ、もうこの辺は好みで味付けしてください。そして十分これ美味しいんだけど、ここにね、この鰹節粉、これ入れてちょっと旨味プラスしましょう。鰹節、 2g 入りの鰹節を揉めばこんな感じになります。でも俺これ毎回言ってるから、もうそろそろみんな鰹節粉買おう。俺も買った、楽です。あ、いい香りしてきた。最後胡椒、ちょっと多めの胡椒にラー油ラー油ラー油、はい、入れて混ぜる。うわー、むせっかえるうまさ、いいね。はい、出来上がり。ビール飲むけど回ってんの、もうビール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 、しようかと思ったんだけど怒られそうだなと思ってやめた。この湯気感すごくない？多分これあれだよね、片栗粉効果もちょっと出てるよ、この湯気すっげえ。いただきます。うまい、うん、これうまいわ。塩もみしてから炒めた白菜って独特のシャキシャキ感が出るんですよ。しっかり火が入ってんだけど、ザクザクザクっていうのに、この食感がやっぱね、ザクザク食感がすごい。そこにこの豚の脂うまさで、甘酸っぱさ、ピリッと辛いの全部合ってるって感じ。これもオイラー油しながらもうビールチビチビやったらもう一生飲めるね。これやばいっす、おすすめ。もうあとこれもね、もうできるわけだから、これ白菜漬けが倍量で作って白菜漬けだけ別で取っとけば、また明日もこれと同じような料理、例えばこうスープにしててうまいから、ぜひ多めに作ってくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、もちろんお願いします。さよなら。